今日は幼稚園で英語の勉強をするよ。アルファベットのお勉強だよ。まずはこれ。なんて書いてあるかわかるかな？ん？わかった？なになに？ん？あ、そう、大正解。答えは A でした。これは A って読むよ。次はこれ。なんて読むかわかるかな？あ、わかった？ん？なになに？うん、そう、大正解。答えは B でした。これは B って読むんだよ。よくわかったね。次はちょっと難しいよ。この3つの文字、なんて読むかわかるかな？あ、二人ともわかったの？すごーい。じゃあちょっとまた教えて。ん？なになに？そう、大正解。すごいね、二人とも。正解はこのピンクの文字が C、 この緑の文字が D、 そして下の方にある紫の文字が E って読むんだよ。 C、D、E だね。よくわかりました。今日はアルファベットの A、B、C、D、E をお勉強したよ。他にもいろんなアルファベットを覚えてお利口さんになろうね。